一方、駐屯地の工事をめぐり、計画に反対する市民が今日会見を開き、国は環境アセスメントを行うべきと訴えました。会見は、オスプレイ駐屯地の建設工事をめぐり、環境アセスメントの実施を求める市民の有志が開いたものです。県の条例では、アセスの対象は施工区域の面積が35ヘクタール以上となっています。防衛省は駐屯地の面積を 34.1 ヘクタールと説明していて、現状ではアセスの対象外となっていますが、市民は防衛省の説明には7ヘクタール以上ある排水関連施設の面積が含まれていないと主張しています。同様の主張をまとめた請願書を先月の県議会に提出していましたが不採択となり、今後県や防衛省を相手取り環境アセスメントの実施を求めて提訴することも視野に入れるとしています。